帰ってきました。ミュート機能止めました。そう、ちょっと配信止めたりしたら間に合わなかったから追いかけてきました。そう、あ、インターホン間に合わなかったのでで取りに行った。そう、解除しようとした瞬間に疲れた。え、でもめっちゃ優しい方だった。笑顔で明るかった。いい気分ですあー、わざわざありがとうございますみたいな。そう、なんかね、怒る人もいるじゃん。そう、はよ出ろよみたいな。配信切ったりしてたらギリ間に合わなかったんですよ。だからギリギリ追いかけてきました。めっちゃ笑顔だった。あんなね、あんな神対応されることあるんだって感じ。ドゾタウンですね。そう、23のやつ靴買ったんです。この前言ってたスカートと靴。素晴らしいお客さん。確かに私も私だよね。不在でいいやって思う。確かに明日でもよかったもんね別に。けど今日受け取りたい。部屋広いから間に合わなかった。うん、そんなことはないよ。早かった、インターホン切れるの。お腹鳴った。めっちゃお腹鳴る。お腹空いてないんだけどな。部屋広い。そうです、インターホンまで 50m あるんですよ。 50m 全力ダッシュ。でも遅くても10秒ではいけるからね、 50m って。白で統一されていい雰囲気です。白です。息切れしたよ。結構走ったもん。帰ってしまうからさ、早く行かないと。もう全力で家飛び出た。まあ明日でもよかったけどね、せっかく来てくれて、しかもいるのに超感じいい方だったし、めっちゃ笑顔。あ、確かに走ったらダメなんだ、忘れてた。だから疲れてんのかな、余計に走ってしまった。まあいいや。今ね、運動したらね、まあまあまあ、忘れてたわ。まあこんぐらいは大丈夫。そう、運動禁止なんです今。あちゃー、そう、バレないバレない宅配ぐらいだからね、こんぐらいはね、こんぐらい大丈夫よ。全然平気です。2公演出れるぐらいの、あの、でき出れるんで、はい、元気なんですよ。だから元気だから忘れるの、運動、あの、運動したらダメなこと。元気だからね、ついつい平気平気。まあそろそろ配信終わります。
めっちゃもうなくなってるんだけど、ゴロゴロ何食べようかな。お医者さんは見てない。まあお医者さんだ。え、何食べようかな。でもお腹空いてないんだけどね。空いてるんだよね、矛盾。でもそうですね、カレー。あ、メッセージ送りましたよ、サラピに。レイズに送りました。ぴったりだ、0時6秒ぐらいに。何食べよう、もうちょっとしてからかな、7時ぐらいに食べようかな。なんか今食べたら夜お腹空きそう、23時ごろ。こんにちは。餃子、あ、でも餃子あるんだよね、クロワッサン餃子がずっと冷凍庫に眠ってるんだよね。食べちゃおうかな。夜はどうしようかな。1時間半したしな、迷うな。え、そうそう、なんか四国のみんなで食べようって一回言ってしまったから、なんか食べちゃダメかなと思ってずっと冷凍庫に入れてるの。だからもうみんな忘れてるしね、食べようかな。ゆっくり休んでくださいね、今日は夜はないかもしれない。え、期限とかあるの、冷凍食品に。え、食べようかな、クロワッサン餃子。なかったらもう寝ます。じゃあなし、今日はなしです。おやすみなさい。こんにちは。でもまだ1年も超えてない、半年ぐらい届いて。そうなんだ。だから私の家の冷凍庫めっちゃ強いんだよね、めっちゃ強いんですよ冷凍庫。北海道の庭みたいな。なんかゆきさん、はい、ありがとうございます。あ、そうなんだ。じゃあもうこの近いうちに食べますわ、クロワッサン餃子。早く寝よう。そうなんですよね、早く寝たいんですよ。早く寝てみようかな、頑張って。今日北海道の庭みたいにもうなんか雪積もってるんですよ、冷凍庫の中に。強いんですよね、なんか。ミキヤさん、ハートありがとうございます。今から作ってみますかって、でも配信はしませんよ。あ、お話し会の受付明日までだ、よろしくお願いします。皆さん最終、本当に最終です、3月ね。何その漢字読めない。最終です、明日の13時。来てね、お話し会。今日も視聴者数多いね、5000人だね。でも餃子食べたい気分だからちょうどいいや。今日か明日ぐらいには食べようと思います、クロワッサン餃子。冷凍庫のもの減らしたいしね。ということで壇上読みます。あ、今日餃子、今日餃子の人めっちゃ多くない。13位ゴーンさん、12位ユキさん、11位理化学研究所さん、10位ミキヤさん、9位ヤスベイさん、8位ユキさん、7位アキアンさん、6位大木正義さん、5位ダルマルマンさん、4位ヤスルパンさん、3位お花畑さん、ありがとうございます。2位服部さん、1位もやしものさん、ありがとうございました。食べよう食べよう、ユーピョンさんかわいい。
ありがとうございます。みんなも夜ご飯を食べてください。餃子にしますか。今日はいちご、ありがとうございます。ね、お腹空いたよね。食べよう食べよう。ってことで終わります。あとはメールを送るので、あとお話し会も来てください。最終13時までです。明日ももう走りません。よろしくお願いします。ってことで、おやすみ。運動しません。もう大丈夫です。宅配はもう全部来たので開封でもしますわ。おやー。